はい、どうもおめチャンネルです。今日はですね、IHG がなんと5月18日からですね、ステータスマッチを開始いたしておりますので、そちらの内容について解説していきたいなというふうに思います。IHG といえばですね、ワンリワーズにね、ステータスプログラムが刷新されてですね、さらにですね、マイルストーンボーナスをいただけるっていうこともね、先日発表があったわけですけど、皆さん IHG いかがお過ごしでしょうか はい、私の動画の方ではですね、ホテル宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、こういったね、旅に関するお得情報など発信させていただいておりますので、ぜひね、情報のお見逃しないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、前置きはね、さておいて、早速ね、内容の方入っていきたいと思います。ではね、行ってみましょう。<laughs> はい、それではね、こちら IHG のホームページの方にやってまいりました。アップグレードエニワンということでですね、こちらね、下行っていただきますと、はい。 プラチナへのアップグレード、ダイヤモンドへの道を手に入れようということなんですけども、はい、こちらね、ステータスマッチの内容が書かれております。今回のステータスマッチに関しましてはですね、各ホテルのステータスを用いてですね、ステータスマッチを行うわけなんですけど、すべてね、プラチナエリートにステータスマッチされていくような形になってくるみたいです。そしてですね、登録してステータスマッチ完了後にですね、120日以内にご泊していただくことによって、 プラチナエリートは2023年の12月までプラチナステータスを維持していただくことができるというね、ステータスマッチとなっております。そしてね。 ダイヤモンドステータスを獲得するにはですね、そのプラチナエリートを5泊完了後にですね、同期間、同じね、ステータスマッチ完了後の120日以内の期間内にさらに10泊していただくことによって、ダイヤモンドステータスを2023年12月まで維持していただくことができるというね、ステータスマッチとなっております。したがってですね、ステータスマッチ完了後、ダイヤモンドステータスをね、獲得したい方に関しましては、合計で15泊していただく必要がございますので、そこね、 気をつけていただきたいなと思います。私もね、最初はステータスマッチをしたらね、自分が保有するステータスに応じてプラチナ、もしくはダイヤモンドを割り振りされるのかなと思ってたんですけど、基本的にはプラチナエリートにステータスマッチをして、5泊していただくことによって、プラチナエリートを2023年12月まで獲得。そしてね、さらに10泊していただくことでダイヤモンドステータスをね、付与しますよっていうステータスマッチとなっております。はい。 で、ステータスマッチですね。こちら、どういったね、ホテルプログラムからしていただくことができるかっていうことなんですけども、アコーベストウエスタンとチョイスプレバレッジってやつなんですかね。これちょっと私ね、このステータスは存じ上げないですね。そしてヒルトン、マリオット、ラディソン、ワールド・オブ・ハイアット、ウィンダム・リアード。こちらからね、ステータスマッチしていただくことができるというプログラムになっております。アコーに関しましてはもうクラシックから登録できるんですね。 ベストウエスタンも普通にメンバーとかから行ける感じですね。すごいですね。どの、何、何かしらからステータスマッチすれば、とりあえずプラチナをもらえるのかな。場合によってはちょっとね、私も今、ダイヤモンドステータスなので、申請することができないんですけれども、場合によってはですね、ある程度のステータスの方はね、ダイヤモンド付与してくれそうな感じしますけど、まあでもね、ああいうふうに表記されてるので、基本的にはプラチナからなんでしょうね。ね、全部ここから登録できるようになってますね。これは、すごいですね。 はい、で登録期間に関しましてはですねもう始まってます、5月18日からですねこちらですね、7月の31日までに登録をね完了していただく必要がございます。その登録完了後から120日以内と という形になります。まあ実際にね、登録完了したのはね、いつかっていうのはですね、IHG の方に問い合わせしていただくのが間違いないかなというふうに思います。そしてね、その下の方にはですね、注意事項ということでね、いろいろ書かれてますけど、今ね、申し上げた通りですね、5泊していただくことによって、プラチナステータスをね、獲得できますよ。さらに10泊していただくことでダイヤモンドを維持することができますよ、ということになっております。 はい。そしてね、ご注意していただかないといけないのがですね、このプロモーションの対象となるステイに関しましては、部屋のね、宿泊が対象となる滞在の一部である必要があります。これちょっとね、わかりづらいんですけれども、どういったことかっていうと、簡単に申し上げてしまうとですね、一泊あたり合計費用がね、30ベドル以上を超える宿泊でなければいけないというね、定めがございますので、これ無料宿泊、ポイントを利用して宿泊した場合はね、なんとね、カウントがされません。ただし、 1>, 1泊優勝とですね組み合わせることによって無料宿泊もね利用していただくことができるという形になりますただね、ねお支払いしていただく費用に関しましては1泊あたり30ベイドルを超えないといけませんのでもしね1泊を優勝2泊をポイントでね宿泊していただく場合に関しましてはこのね宿泊費用に関しましては3泊分で、ね、90ベイドル以上の費用をないとねカウントされないと。 いうところがございますので、ここはね、念のためご自身らでもご確認していただきたいなと思います。そういうふうにね、えー、こちら約館の方に記載がございますので、ご注意いただきたいなというふうに思います。で、こちらの予約に関しましてはね、公式の予約からが対象というふうになりますので、一級であったりとかね、その他 OTA からの予約に関しましてはですね、残念なことに適用外となりますので、ご注意いただければというふうに思います。これですね、ブッキングコムとかエクスペディアなどの他のサイトを通じた 予約に関しましては対象になりませんよということが書かれております。はいではね簡単にステータスどういった特典があるのかということについてね触れていきたいなというふうに思います。こちらですね。 はい。プラチナエリート獲得するには本来はですね、40泊もしくはね、6万ポイント。ダイヤモンドエリートに関しましては70泊もしくは12万ポイントね、獲得していただく必要があるわけなんですけども、まあ大きなところで言うと、まあアップグレードがあったりとかですね。あとはね、ダイヤモンドエリートだけになりますけれども、朝食がね、無料になるという形になります。はい。レートチェックアウトはね、どのステータスに関しましてもね、14時までレートチェックアウトが一応リクエストベースで可能という形になっております。 まあね、朝食無料っていうのはやっぱりダイヤモンドのね、特、え、権、ー、かなというふうに思います。 そしてね、マイルストーンボーナスについてもね、軽く触れていきたいなというふうに思います。はい、こちらがね、マイルストーンボーナスの内容となりますけど、まあ、近日スタートということで、まあ、基本的にはね、6月の上旬から始まる予定となっておりますが、まあ、20泊、30泊していただくことでね、こういった特典いただけるんですけど、40泊目以降ですね、40泊していただくことによって、スイートのアップグレード券とかね、ラウンジの年間メンバーシップなど、下のね、4つのうち2つをね、 お選びいただくことができるという形になります。これ間違いなくね、この年間メンバーシップだったりとか、スイートとかね、獲得していただくことが多いんじゃないかなというふうに思います。はい。なので、これね、ダイヤモンドステータスだからといって、当然にね、ラウンジに入れるというわけではなくて、 クラブフロアを予約していただくか、この40泊以上していただいてですね、ラウンジの年間メンバーシップを獲得していただく必要があるという形でございます。で、70泊でね、さらにラウンジ年間メンバーシップが、まあ、また1名分いただけるという形になりますね。はい。 ま、IHG のことね、ある程度知ってる方であれば、IHG のロイヤルアンバサダープログラムっていうこともね、聞いたことあると思います。そちらの方にも簡単にね、触れていきたいなというふうに思います。これは優勝でですね、プラチナエリートおよびアンバサダーエリートのね、ステータスを獲得していただくことができます。まあ、IHG に関しましてはですね、先ほど申し上げたね、ゴールドだったりとか、プラチナダイヤモンドとは別にですね、アンバサダープログラムっていうのがありまして、これ優勝で年間200ドルね、ご負担していただく必要があるんですけども、まあ、ポイントでのお支払いもね、継続に関し しましてはございますたあこれねアンバサダー専用のチェックインエリアがあったりとかこちらワンランク上の客室へのアップグレードがね保証されるという形になりますこれアップグレードと保証がねありますのでもしアップグレードがねできなかった場合に関しましては、まあ、私の経験だと1万ポイントをね、えー、付与していただけるとか、まあ、そういった保証が行われるということがございましたさらにですねご滞在のたびに1回あたり1滞在あたりですね 20ドル分のレストランだったりとかバーだったりのホテルクレジットをね、いただくことができたりとか。そしてレートチェックアウトがですね、16時までレートチェックアウト保証が行われるという形になります。これもですね、万万が一レートチェックアウトができない場合は一応ね、これも保証っていうことでですね、私は過去にこれもね、同様に1万ポイントいただくことができております。そしてね、 こちらのロイヤルアンバサダープログラムに加入していただくことによってね、ね1回ですね、ウィークエンド無料宿発券っていうのをいただくことができます。はい。ただね、このロイヤルアンバサダーに関しましては原則ですね、インターコンチネンタルホテルブランドのみとなりますので、ホテルインディゴでね、こういった特典っていうのは基本的に受けられませんので、そこはね、ご留意いただきたいなというふうに思います。はい、というわけでですね、駆け足でご説明させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。 私ね、個人的には IHG の,のです、ね、ステータスプログラムって本当に、ね、よくできてるなっていうふうに思います。このプラチナと、ね、ダイヤモンドの得点と、あと白数が多い方のちゃんと、ね、得点があったりとか、ロイヤルアンバサダーの方の得点があったりとか、うまくね、あまり競合しない感じでですね、えー、できてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ただ、オールインワンっていう意味ではね、そういう形じゃなくて、いろんなね、アプローチの仕方によって、いろんなね、サービスを享受できるプログラムになってるんではないかなっていうふうに思います。まあ、簡単にですね、 ご説明させていただいた内容につきまして復習させていただきますとまずですね5月18日から7月31日までにですねステータスマッチの登録期間受け付けておりますという形になりますそして、ね、ステータスマッチが完了後プラチナエリートを、ね、獲得することが おそらくできますので、そこからですね、120日以内に5泊していただくことで、プラチナステータスにつきましては、2023年の12月末までですね、ステータスを維持していただくことができるという形になります。さらにですね、同期間、120日以内にさらに10泊していただくことによって、ダイヤモンドステータスをね、獲得できることができるという形です。さらにね、その期間が2023年の12月末までですよということになりますので、こでね、めちゃめちゃ、 お得だと思います。まあ、これをしつつですね、さらにね、サービスを享受したいっていう方に関しましては、マイルストーンボーナスをうまく利用していただいて20泊、まあ、目指せ40泊っていうところですね。そこで、ラウンジアクセス等をね、選択していただくっていうことがね、個人的にはおすすめかなと思いますし、皆さんね、まあ、そういうふうに狙ってね、今、AH、HG 泊まられてる方が比較的多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。いや、本当にね。 よくできてるなっていうふうに思います。まだね、私も40泊ね、目指すには、まだね、あと30泊近くあるんで、まあ、ちょっとね、ゆっくりやっていこうかなっていうふうに思いますけども、私もね、40泊をなんとか目指していきたいなっていうふうに頑張っていきたいと思っております。はい、というわけで,ですね。今回はね、この IHG がステータスマッチをね、開始して、期間限定7月の31日までにまずね、登録。 必ずね、しといてください。概要欄の方に URL 貼っておきますの、ね、で、そちらをご参照いただければな、というふうに思います。今回の動画に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram もやってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。 冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではですね、ホテル宿泊レビューであったりとか、航空機登場レビュー、こういったね、旅に関するお得情報等を発信させていただいておりますので、情報のお見逃しがないようにですね、ぜひね、チャンネル登録とこちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう